久保さんまあ、どんと来い。まあ、そうですよね。<laughs> もうどんと来いっていう状態になれたからいいですよね、うん。もし僕がレベルアップしてなかったら、どんと来いじゃなくて、やめてくれよって話ですよね。<laughs> もうあの、あの、来ないでくれっていうね。そうだから、その、昔、その、さんまさんだったかな。 誰だったらあの,その芸能人ああタモリさんかなタモリさんのちょっとちょっと SEO いいっすかタモリ1000万タモリ借金あのお金貸すうんタモリさんだったかちょっと誰かは忘,忘れたんですけど なんかそのうんなんかまあいいんじゃねえみたいなうんなんか逆にそのお金貸したことによってその人がなんかあれだったらいいんじゃねえみたいなうんそうだからそのお金を返さないことではなく その他者にね、お金を返さないっていう行為、要は他者に対してどうのこうのじゃなくて、お金を貸せる自分に、自分から何を学ぶというか、うん、他者がどうであっても、自分は貸せる人間であるっていうところから何かを学ぶというか、なんだろうな、うん、まあうまく伝えられないですけど、うん、まあ自分は貸せたんだと。うーん、だからその貸せるだけの、 たと、うん、え1000万貸したとしてもそ,の、ね、それが戻ってこなかったとしても自分にその体力がある、財力がある。例えば、うん、100億円あってね100億円自分が貯金があって100万円がなんかこれもレベルの話と多分精通するんですけども100億円がありましたとで100万円もし戻ってこなかったとします。多分ね 何も思わないですよ、多分。何も思わないっていうのは語弊があるかもしれないですけど。いや、じゃあ、まあ、100%歩ずつってね、これ絶対多分分かりやすいと思うんですけど、100億円貯金があるとするじゃないですか。で、1円貸して戻ってこなかったとするじゃないですか。じゃあ、そこに対して1円騙された、ふざけんな、バカ野郎って思う人っていると思います。これ分かりやすい例ですよ。100億円の貯金があって1円を貸しました。戻ってきません。 ふざけんな、1円返しいや、返さなくてふざけんなバカ野郎ってならないと思うんですよ。もう全然まあいいよ、みたいな。1円でしょみたいなさ。<laughs> まあこれもう本当極端に分かりやすい例ですよね。だからそのお金のレベルですよ。お金に対してどうの。だから僕が100万円に対して、あの、その時思ってたのが、やっぱその財力がないわけですよ。だってそのもう100万円がもう全財産みたいな。要は全財産を貸して戻ってこないわけですから。 それは思いますよね。で、これが1兆円あってね、100万だったら、まあ、全然、思わないでしょうね。うん。だこれも、やっぱ、レベルじゃないですかね。うん。だ僕は全財産を、その時の全財産を貸して、もう限界貸して戻ってこなかったんで、すげえインパクトありましたけど。やっぱ、だから、お金は、あった方がいいんじゃないですか。1000万貸しても、別に戻ってこなくても、 いいよと幸せになそれで何かなったんだったらって言えるぐらいになった方がまあ貸さないですけどねもお金はもう僕貸すことはないんだけどもまあそれぐらいあった方がまあそう言えるのかなっていう、まあ、それぐらいのなんかおそ,そういう大人の方が僕はいいんじゃないかなと思いますけどねだからそのなんだふざけんな返して返す詐欺や騙されたうわーわーって言ってる大人なのかそれとも まあまあそ、まあいいよと。まあそういうこともあるだろうと、人生においてね。でも、その貸したことによって、まあ何かちょっとでも足しになったらそれはそれでいいんじゃないかと。頑張れよ、みたいな。頑張れよ、と。みたいな大人になるのか。どっちがいいですかっていう。僕がだったらど、こっちの方がいいですね。なると、それならば。うわ、騙された、ふざけんな。うわ、うわ、うわ、って、ず,ずっと、うわって、ね。裁判だ、弁護士だ。裁判しろ、戻せ、みたいな。っていう大人になるのか。 言えよと。ええよと。<laughs> まあそういう大人になりたいですね。まあちょっとだからもっと頑張りますよ。もっと頑張ります。では。